ラブライブ虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会4コマ漫画スクフェス組編。おめでとう。ご投票ありがとうございました。1位エマ、2位しずく、3位かなた。はらり、いやいや、これはピピピピデピー。ピデピーとは、うん、何かしら。P、ポータブル、 D、ドキュメント。いや、それは拡張子。パパイヤ、ドリアン、パイナポーなんてね。パーフェクトドリームプリンかな。食したいですな。パーフェクトドリームプロジェクト、パーフェクトドリームプロジェクトだそうです。惜しい。いいとおかしい。スクフェスの新しいプロジェクトなんだとか。はい、わかった。何やら私たちお呼ばれしたとのことですが。え、詳しくはまあおいおい、待ってみせます。はじめましての方は、はじめまして、大阪しずくと申します。演劇部に所属していて、役者を目指しております。スクールアイドルの活動はお芝居に通ずるところもあり、とっても勉強になっている気がしています。若輩者ではありますが、今後ともよろしくお願いしますね。こんにちは、おやすみなさい。この絵かなたです。ちょっと甘えん坊だけど、妹思いのお姉さんです。お昼寝が大好きで、いつもおっとりマイペース。不思議な魅力で、みんなのハートを射抜くこと受け合いです。以上、妹のはるかがお送りしました。アルプスからやってきたエマと言います。どうぞよろしくです。雄大なスイスの小さな田舎町で育ちました。ある日テレビで見た日本に憧れて留学を決めました。スクールアイドルの短いスカートはまだ慣れませんが、頑張ります。再動。ささ、いよいよ虹ヶ崎学園のスクールアイドルとして活動が始まります。うむ。転校続きで大変だけど、頑張ろう。そうですね。将来への不安はさておき、頑張りましょう。無鉄砲だな、この子ら。やべえ。食管理。スクールアイドルともなれば、やはり健康には気を使いたいところです。うむ。ビーガンをご存知ですか。完全菜食主義の人々のことです。デメリットに注意すれば、美容健康メンタルに良いとされています。抵抗を感じる人も多いかもですが、最近はおしゃれなレシピも充実して注目を集めているんですよ。分かってて言ってるよね。そうですね。お肌の悩み。美容について。オズオズ、あ、もしやそのそばかすですか。そうなの、なんとかしたい。
確か要はメラニン色素の蓄積だけど、わかりませんね。チャームポイントなんだよな。参考。かなたちゃんはお肌ツヤツヤでスタイルも良くて、何かやってるの？大概寝てる。寝る子はなんちゃらということか。うらやま。けしからん。やってみよう。トレーニング開始。私、体力なら自信あります。山育ちは伊達じゃない。私も結構ありますよ。舞台も体力勝負。よーし、じゃあ走り込みから始めよう。さあ行きましょう、かなたちゃん。レッツゴー。行ってらっしゃい。足並み揃わないな。大切なこと。スクールアイドルに大切なこと、だいぶおさらいできたかと思います。うむ。美容、健康、体力作り、あと衣装。ああ、私キルトできるよ。作ろう。歌とダンスもね。そうだった。冬の日。この冬は寒いです。ガタ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 。お二人はそうでもなさそうですね。秘訣はこれだよ。毛布をかけるのではなく敷く。そうですか。そりゃいいですね。スイスにいた頃は何度も走馬灯を見たし、このくらいなら強い。牛乳。はあ。エマさん牛乳好きですよね。はい。こっちに来るまであんまり馴染みなくて。スイスって牛乳ないの？ないことはないはずだけど、うちではヤギのお乳が普通だったんだ。へえ。ヤギも美味しかったけど、私は牛さんのが好きかな。聞くのかしら。ヤギか。正月。明けましておめでとう。はあ、眠くなっちゃうね。こたつでみかん、うとうとしますね。うとうと。張り合いがない。目疲れ。目が疲れてる。しょぼしょぼ。目薬目薬。ガサゴサ。リップ。違った。IC カード。今更ですが、 IC カードを手に入れました。おお。切符を買わずに電車に乗れる。これがハイテクなんだね。ふん。ガシッ。違います。リズム。ワンツーワンツーワンツーツーワンツーツーワンツーツー。ワン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 。これ合ってんの？リズムの取り方。犬のようでしたね。キメ。ダンスの中にはやはりキメの一瞬が欲しいです。ビシッ。ああ、なんかわかるな。こういうのとか。ああ、か
やつですね。こういうのとか、キラ。あ、見たことあるな。こういうのとか。はあ。お、やってみろ。ホワイトデー。3月といえばホワイトデーですが、かなたさんはまた妹さんと交換したんですか？ん？したよ。バレンタインには大変立派なケーキを作っていただきまして。わー、今回はとっても素敵なクッキーを焼いていただきました。おー、妹に渡すやつ私食べちゃったから、実質全部私が食い申した。妹さん、およよよよよよ。歌の練習。ラララララララ。この人すごいのでは？おいしいパン。練習したら小腹が空いたよ。そわそわ。あ、私今日はパンを焼いてきたよ。母国スイス伝統の味、エマ特製ライ麦パンです。コロン。お、噂に聞くより美味しいね。もふもふ。ほんと？そうでしょう。コポポ。あれ、エマさんは食べないんですか？私は近所の行列ができるパン屋さんで1時間並んで買ったパン。それでいいのか君。衣装作りたい。生地屋さんに来ました。ツイードって大人って感じでかっこいいね。私たちが手を出せる代物じゃないです。それに熱いんじゃないですか？しずくちゃん、これなんて読むの？ほ、ほぬふらふら。ハンプ、カバンでも作るつもりですか？ハンプ、ハンプはない重さ。カチン。おっと、大坂選手、あまりの寒さで手が出せない。逆ツイード状態だ。アイちゃんかな？誕生日。あの、お二人は誕生日いつでしたっけ？12月だよ。私は2月。お二人とも寒い時期なんですね。なんだい急に。そういうしずくちゃんはいつなのさ。私ですか？4月3日だったっけな。あ、過ぎてる。もう言ってよ。だってそんな。聞いて欲しかったのか。